はい。やってきました。やってきました。今日は、そうね、今日はね、はい、ハンドドリップが、いよいよピザトル君にやったお会いできるという。カズキはめっちゃ会ってる。僕はあのね、ちょっといろいろね、遊びに行ったりとか、TikTok でね、TikTok でちょっとコラボしたりとかね、してたんですけど、いよいよちょっとみんなメンバーがも会いたい言うから、何？もう来てねえよ。そうやね。ピザ君のスウェットグッズめっちゃ可愛いね、これ。これほら。これ取る。ピザ取るって。ほんまにこれ由来なんですか？そうそうほんまなんですか、はい、そうなんよ。すごい。出前取るってなってからそう、なんか普通に喋ってる時に今日ピザ取るって聞かれて、そういう道なんかピザ取るってワードがめっちゃ可愛いと思って買ったの、すげえ思って、でその時まだピザ取ると出会ってないんだけど、あ、それだけ残ってたんですね。そう、そうなんや。次買うペットの名前ピザ取るにしようってその時に決めて、すげえ、すごいな。猿はずっと飼いたかった。その後にピザトル、サルと出会って、この子ピザトルみたいな。なるほどね。そうだよ。寿司取る、うん、いや、でもそういうことでもそういうことや。次会う人の名前、寿司取るって勝手につけよう。やんな、お前がつけて。ただ、俺らまだ見てない。いや、そうやな。まだ、なんか対面できてない。まだ、カズキ、私は。俺は、そうやな。ちょっと見たいな。なんか緊張する。すごいんや。あ、いてんねここにな。来てんの？寝てるんですか？めちゃ小さくない？ここに。もうなんか分からんの全然。そうやな。ついてんや。ここや。マジ？めちゃくちゃ緊張する。え、起きた起きた。もうちょっと起きてる。起きてる？うわー！やっこ！かわいい。かわいい。かわいいなもんね。え、しっ。そう思ってたよ。めちゃくちゃ可愛い。可愛いね。やばい。可愛い。可愛いすぎる。取るやばいな。ちっちゃ。あ、普段服着てるんです。そう、服にちょっとねハーネスつけよう。起きました。めちゃくちゃ可愛い。おはよう。ポシポシ。長。可愛い。怖いから。起きましたよ。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。お猿さんなんですか。猿です。ちょっと。え、もう触っていいですか。いいですよ。服着せますね。服着てて可愛いね。めっちゃ可愛い。うわ、そう。ちょっと。可愛い。これてる。うわ。怖いな。ピザトル君起きました。めっちゃ可愛い。可愛いな。前見てこっち。いつもこの服の中に入れてるんですか。そう、基本的には外を出るときは入れますね。この中に猿がいるとは思わへん。と思わんから。ちっちゃ、もっとなんかもうちょっと大きいと思ってた。いや俺も思ってたよね。カズキも言うてたよな。思ってるより思ってるより手のひらだって乗るもんな。めちゃくちゃ可愛い。え200g。これ以上大きくなることはないんです。もうないピザトルは 200g って牛丼並みより軽いやん。ハンバーグぐらい。うわ軽っ。ハンバーグぐらいや。お前や 200g や。たとえうまびっくりドンキ。びっくりドンキの大きい方より小さい。そういうことや。 300g やな。めちゃくちゃ可愛いな。大きい方がちっちゃいのは別に言わんでええやん。すげえ。この手の触られてるこのなんか肉球の感じがめっちゃ気持ちいい。そこがめっちゃ気持ちいい。すげえな。それはみんなに分かってほしい。人見知りとかするん？あ、今ね、大丈夫。大丈夫。なんかちょっと元気になってきた。尻尾見てもらったら、先、クルンってなってたよ。ほんまや。これが溶けてるってことはもう大丈夫。今大丈夫。溶かしてんねやもう。もう溶かしてよ。すごいかも。大取る？なんでやねん。可能性ないやろ。取る一発。マジすげえ。ええ。超可愛い。むちゃくちゃ可愛い。むちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっと待って。やばいな。写真撮ってほしいもんな。じゃもうちょっとそうやな。怖い、ちょっと。ちょっとね、カメラワークを。大ちゃんと。ピザ撮る、ピザ撮る。ピザ撮る、カメラ見て。大撮るとピザ撮る。大撮るとピザ撮る。この、だって俺の帽子と同じ毛並みやもん。ほんまや。いやいや、ライトだ。どっちが？かわいい。かわいい。ありがとう。かわいすぎちゃう。マジで。めっちゃかわいいよな。指が、指を握ってんのが。あ、これな、握ってもらってみ。めっちゃ気持ちいいね。ちょ、姿取るいけ、姿取る。姿取る。姿取る。あ、あかんね。どうやったんや。いや、大丈夫、大丈夫。怖っ、ちょっとびっくりした。今どうなってる、今どうなってる、今姿が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 大丈夫、大丈夫、姿が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 
これは怖がってんの？あのちゃうんですよ、ちっちゃいからさ、潰してしまいそう、潰してしまいそう、大丈夫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 。これでもどうやったらここに来るの？なんかね、肩の方が好きだから、好きなんや。あ、ほんと今いい状態、今いい状態、今めっちゃいいショットやね、これほら、飼い主みたいになってるよ。どうみんな、あ、かわいいかわいい、砂のメロディー、ありがとう、嬉しい。ピザトル、こっち見て、ピザトル、こっち見て、ピザトル、ピザピーちゃん、ちょっと待って、あ、見てくれた、ピザ、あ、いいな、ピザ見ていいショットや、ほら不安、なんか多分ハットの日陰みたいな感じなのかな、すごい、おかげで休んでるね、あ、ここにいる方が落ち着くんですね、落ち着くけど、あの、おしっこするかも、めっちゃええやん、ええ、別にめちゃくちゃええやん、別にええ、別にええってなるよね、でもなんかしたら許してね、カズキ取って、めっちゃ可愛い、全然いいか、いいで、いいよ、ちょっとハントルはどう、ハントル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 、いや、ハントルちょっと、ハントル、ええ、むずいむずいむずい、ハントル、ちょっと、あっち来ちゃった、ハントル嫌われてるやん、嫌われてる、いや、もうな、いいよ、そのまま撮って、めっちゃ可愛いやん、めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ、どこ撫でられたら喜ぶとかあるの？ね、お尻の付け、お尻と尻尾の付け根、これってもしかして、これってもしかして、脇の下、あ、タイちゃん、これってもしかして、カウちゃん、これってもしかして、僕おしっこされてます、肩に、だからされてる、ここでこれからマーキングしてたら、マーキングされてる可能性大、これなんで気づいたか分かる、なんか匂うな、持ってんな、ちょっとリー君、漏れとる、いや、でも全然いい、かわいい、かわいいな、なんかもうそのまま全員にマーキングしてほしいな、いや、これね、でもね、あの、寝起きやからすごい大量にした、あ、結構多いよな、多い多い、結構なんか多いな、え、どこ触ったらおしっこしやすいとかあります？それはないかも、やめとけ、なんで催さそうとしてんの、あ、この手のひらやったらしないんですね、そう、しないよ、みんなにマーキングをするかも、してほしい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 、めっちゃ待って、めちゃくちゃ可愛い、しかもなんか乗ってること忘れるぐらい軽い、確かに手めっちゃ気持ちよかった、カズキがようピザ取りに会いに行くねんって言ってた、気持ちよかった、意味がめちゃめちゃ可愛い、いや、マジで会いたい、毎日会いたいもんな、毎日会いたいな、ハンドリの行事そっちのけでピザ取りに行くねん、そっちのけでしてへんやろ、今どこにいる、後ろ、後ろ、可愛い、なんかもう見えてへんけど可愛いもん、見えてへんかった、可愛い、わかる、肩で落ち着いてますね。めっちゃ可愛いわ。ちょっと落ち着いてんな。なんか後ろ行っちゃいそう。もうなんかうんこしてって感じ。どっちか言ったら。うんこしてるで。その気持ちを求めてる。その気持ちを分かる。なんかうんこしてほしい。え、すごい。めっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな。え、なんか見知らぬとこにさ、来てなんか、ちょっと、あたふたせ。びっくりしてんの？いや、うん、大丈夫、今はもう。落ち着いたんや。あ、うんこ、ありがとうございます、ちゃんとここにしてくれたな、いただきました、めっちゃうまい、うんこしてる、やりましょう、ちゃんといっぱいしてる、おい、いけもっといけ、ピザトル、もっとうんこせ、めっちゃキュロキュロしてる、カズキの言い方がおもろい、おお、めっちゃしてる、めっちゃしてる、カズキくんね、うんちに敏感、ほんと。でもまあ、うんこ。うわ、来た。俺でもマーキングしてくれ、マーキング。すごいな。めっちゃ、うんこついてる、まだ。うんこちょっと集めよう。ついてる？あ、でも、惜しいかもしれん。惜しいかもしれん。びっくりした。落ちちゃった。あ、ごめん、ピザトル。ちょっと捕まえようか、一回。大丈夫？噛まれるかもよ。え、噛んだりする。あ、鏡見てる。これ噛んだらめちゃめちゃ来たらしい。噛んだら。人のツッコいな。そう、ピザトルはすごい慣れてるよ。いや、てか人って思ってないよ、たぶん。キーや思ってんのかな、普通にな。ちょっとおしっこ。あれ、うんこどこ行ったん？おしっこついてまーす。おしっこ、マーキングされました。俺もマーキングして。たぶん僕、体重ちゃいます。全然量が違う。これがマーキング。初尿、初尿。あれ、うんこどこ行ったん？いや、いっぱい靴で。うんこだよ。うんこ拾わないと。かわいいわ。かわいすぎやん。かおちゃん映らんで大丈夫です。大丈夫よ。めちゃくちゃかわいい、マジで。すごい今元気、楽しそう、楽しそうでしょ、あ、でも乾いてきてるやん、いや乾いてないねん
ちょっとおしっこした、おしっこした、今。ちょっと待って。ありがとう。ちょっとした、した。ありがとう。みんなワーキングしてくれ。あ、ワーキング。でも、うんこ。そう、お前、一人。でも、うんこ気になる。うんこ手のひらついたから。ありがとう、出してくれて。めちゃくちゃ可愛い。本当にみんなにしてくれてる、生で。おいで。出てる。ほら。この色の、やっぱ、好きやえ、俺されてんのに好かれてない。一番シンプルに一番太陽やね。トイレよ。トイレっぽいっすな、これ。ほんま？ねえ、ほんまに。でも、こうやで。こうやで。ピザトルにおしっこされるって。うん、ありがとう。ありがとう。おぉ来た。いけいけいけ。よしと。正面正面。いけいけ。あ、飛びそうやな、でもなんか。うわ、正面してそう。してそうやな、これ。決まってないでしょ。気持ちちょっとなんか。あったかい気がする。そう、いや、冬やったら夢出てんじゃん。気のせい、今のは気のせいやな、ね、ここやね、ここが今ないと、ないと、ないと、今ないとやな。どうした、かわいい。本題行きましょうか。だって運動もないよ、これ運動も全然ねえよ。ちょっと待って、みんなの肩を一回ふっ、いや、全然大きならないですか。いや、でも全然ならへん、全然ならへんねえよ。もうこれがめっちゃ、これいいな。ん、この辺が大丈夫、大丈夫、うん、で、店長、いっぱい、なんか後ろの方にかかってる、カズキがいっぱいいっぱい出してるとか言うから、なんか、うんじゅんじゅん、ハズキ、ポイフルじゃん、ポイフル、あ、ポイフル、あ、うまそう、うまそう、ホコリみたいなうんこするよ。ポイフル食べる、ダメだよ、ポイフル、茶色のポイフル、これわかんねえ、絶対に。そうだよ、新工場、コーラじゃん、コーラじゃん、わかんねえ、わかんねえ、ポイフル、あるよ、今匂ってみたら全然臭くなさそう。ちょっと臭い、あ、ちょっとだけね。ピザトルで何とも言いやすい。ピザトルくん、お着替え。あー、言えんの、ちょっと待ってよ、よいしょ。かわいい。かわいいな、めっちゃかわいいやん。人間やん。はい。かわいい。はい、お着替え、お着替えしました。かわいいな。うわ、かわいい。おしゃれやん。おしゃれさん。かわいい。おしゃれ。よかったね。おしゃれやん。なあ。よいしょ。あ、そうか。そういうつくもんや。あ、リード？そう、一応リードを。リードもあんねや。気に入られてるな。あれ、トイレ。え、何トイレちゃん、トイレ、誰が俺の肩トイレやねん。ベントレ、ベントレ、ベントレみたいな、ベントレ、おもろいわ。ピザトルめっちゃうんこした、え、した、お前、お前そんななんかこまめにするんですね。めちゃくちゃこまめにする。おしっこは一応マーキングで、うん、うんちは別にマーキングってわけではないけど、すごい、そう、匂えへんな、全然全くちっちゃいからね。よし、これで安全かな。あ、これをつけて散歩するわけですね。そうです、そうです。こんな、あ、外歩かすんですか。いや、歩くってよりはジャンプ移動だから、ぴょんぴょん跳ねていく感じ。かわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいいわ。こんなん家おったらやばいな。そう、毎日癒し、癒し、癒しやで、これは。まあ、僕たちね、はい、はいはい、まあ、あの音楽グループといいますか、そうです、言っても、はい、ギター弾いてね、ボーカル僕ら3人なんですけど、うん、そうやね、はい、今日はちょっと、うん、せっかくなんで、そうやね、ピザトルが、うん、僕たちの音楽で、うん、眠るのかっていう、おお、ちょっとこう子守歌的な、ね、子守歌的な、うん、なるほど。でそれで、ピザトルは寝るのか寝ないのかを検証してみたという。あ、いいですね。ピザトルはちなみに音楽聴く機会は結構あるんですか。ああ、ね、家で私音楽習いしたりしてるので。じゃあ、うん、もう耳馴染みあるってこと。そうやね、なるほどね。ただ、あの大きい音、大きい音はちょっと NG だから、うん、静かに、ね、子守歌っぽく、子守歌っぽく、ね、はい、してもらえると嬉しい。なるほど、ね、寝かしましょうよ、寝かしましょう。俺たち癒しの音楽、僕らもこうソフトに、そうや、ね、ソフトに行きましょう。僕たち、じゃあ、カズキちょっとギター用意して。行きましょうか。ちなみに寝たら俺の肩で寝る可能性あるってことで。寝ションもありえる。寝ぐらいの声のあれ。寝ション？寝弁。寝ふんもある。寝ふんもありますからね。うん、じゃあちょっとね、僕たち、あの、カルちゃん、僕たちの新曲最近出たんですよ。はい。言えないという曲が出たんで。行きました。あ、ありがとうございます。あの、TikTok でも使ってくださってた、ね。そうや、そうです。めっちゃいい曲です。うわ、嬉しい。ありがとうございます。あれなら寝るかも。うわ、お、あ、寝るかも。来た、寝るかも。ちょっとじゃあピザトルに聞いていただきましょうか。
で最後ね曲が終わったら寄ってもらって寝てるのか寝てないのかしっかり映してもらえたら、まあ、それ検証していきましょう。検証しましょう。でもこれでもし寝たら、うん、俺らそういうの発してるとか、あ、そうやよ、そうバイオンみたいな効果が発してる可能性ある。動物の揺らぎみたいな、動物の揺らぎみたいな、動物癒し曲、子供も癒される、はい、いいですね、よっしゃおいで、はい、じゃあ行きましょうか。ピザトル聞いといてよ。ずっとそばにいたいのに Every night だけ抱きしめていても言えない言えないまま君がいなくなる朝が来る。 Every day ずっとそばにいてほしい Every night だけならもういらない言えない言えないまた君がいなくなる朝が来る。おい大と寝てたじゃない。 お前かい、お前が寝るんかい。めちゃめちゃ寝てたよ。寝てた、めちゃめちゃ寝てた。白目向いて自分が寝てたんだ。何でも寝てたんだ。見てみよう、お前ぴょんぴょん跳ねるんだ。お前が寝るのかい。さっきは元気だ、これ。あーなんか元気になっちゃってね。俺が寝ちゃってたわ。すごい元気になってた。逆に元気。タイトル寝ちゃうっていうか。俺が寝ちゃってた。めちゃめちゃ動くで、ほらさっき。ほんまや、歌い出したらね、ちょっと興奮してるんですよ。音楽好きなんちゃう。なんかね、興奮してたね、今。めちゃめちゃほら。おいで。来る。おー、ジャンプ、ジャンプ。いいじゃん。すげえ。おー、めっちゃ元気や。めっちゃ元気になっちゃった。まあ、というわけで。いやー、でも、ちょっとね、やっぱね、僕たちもね、初めて。初めてね。初めて、ピザトルとコラボさせてもらって。めちゃくちゃ可愛いね。可愛いやろ。だ多分次もしコラボさせてもらうとき全員多分猿連れてると思う。めちゃめちゃ影響。俺も猿顔みたいな。ややこしいな。いやもうめちゃくちゃ可愛いね。やばいね。嬉しい。やばい。マジで可愛い。なんかでも僕らも結構やっぱ見てたわけやん、ピザトル。そうやな。だからそのピザトルと一緒に映ってるっていうのが嬉しいね。うん。ありがとうピザトル。ありがとうな。ありがとう。かわいい。いいじゃん。多分ピザトルの今の心境は何も言えない。皆さんハンドトリップの言えない聞いてください。ありがたい。かよちゃんも今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。またね。バイバイ。ピザトル。